残りは15秒、押している、歓声が昨日に変わるような瞬間です。世界ランカー相手に、はい、ここは日本一、すごい闘争心ですね。闘争心が本当にエッジがついている、うん、ここで最終ラウンドが終わりました。勝負は本戦へと持ち込まれます。川田大輝プロ初の世界ランカーとの対戦、結果はどうか。採点を調整します。いよいよ判定です。ジャッジ阿部和夫77対77、ジャッジ福地雄二、同じくジャッジ浅尾和信77対76、以上2対0のマジョリティディシジョンをもちまして、勝者赤コーナーなにわの世界ランカーとの初対戦、判定にはなりましたが、しかしベテランを2対0の判定で下しました。亀田大輝デビュー7ヶ月目、そしてまだわずか17歳という選手が、世界ランカープロ18年目のベテランバレリオ・サンチェスを下しました。死闘の末もぎ取りましたこの一勝、これは世界への大きな一歩になります。亀田大輝です。別にやりにくいっていうことでもないんだけど、はい、まあ、だからあれやな、やっぱ相手何戦ですか。じゃあ40戦近くでしょ。もうあるよな。だからそれで俺が5、6戦、それでまあここまでできたってことはやっぱり、うん、でも自信だったよ。うん、たまには歌歌えへんよ、判定の時歌歌えへん言ってるやん。うん、そういえばみんな客も満足してくれてたしな、そこはほんまに非常に嬉しい。倒しに行っとったから、うん、もう俺はもともと判定はあれやから気にしてないから、とりあえず自分のボクシングしてお客さん喜んでもらおうと、うん、いやプロとしてな。